結構やっぱりこうゆっくり、久しぶりにゆっくりできたっていう感じで、そうですね、まあ本当いつもよりゆっくりできた年末だったかなと思います。まあでも本当、まあ、よかったねっていう話が多かったですかね。まあ、こうこの代表に決まるまで期間っていうすごい長かったですし、すごいたくさんのこともありましたけど、まあでも本当よかったねっていう、はい。まあそんなに歌とはオリンピックに向けて特別何か話したとかは、まあ兄弟で頑張っていこうと、まあ絶対2人で金メダル取ろうっていう話を本当したぐらいですかね。本当、今年1年が勝負の年だと思うので、やっぱり自分自身のいいところ、自分の良さ、前に出る柔道、やっぱり圧倒的に勝つっていうところにやっぱりテーマを置いて、そこにこうやっぱりこう、まあ、肉付けしていくというか、そういう感じで、もっと自分のいいところプラスもっと幅を広げてやっていきたいなっていうのは思ってますね。まあ寝技もそうですし、まあ逆技もそうですし、まあそういうもっとこういろんなところ、そういう部分ができるようになれば、もっとこう自分の柔道に磨きがかかってくると思いますし、だからこう、まあ、自分の今あまりできない少し苦手なところとかっていうのを、まあ、やっていきたいなとは思いますね。まあ、やっぱこう僕はなかなかこう寝技がいけないというか、こうあまり試合で寝技が出ないので、まあ、こう寝技っていう部分で一本勝ちとかそういうのできてもすごい幅が広がる、立ってもいいし寝てもいいしってなったら、本当さらにもっと強くなると思うので、やっぱこうもっとこうやっていってもやっぱりさらに強くなれるのかなっていうのは思ってます。東京オリンピック、まあ、開催とね、こういう状況ですけど、まあ、絶対に自分は東京オリンピックに出て優勝すると思ってますし、東京オリンピックは開催されるって信じてやってるので、はい、まあ、僕は、まあ、そういう気持ちで信じてやってるっていう感じですかね。まあ本当自分自身、まあ最高に輝く1年にしたいなと思いますし、本当今年の目標は本当オリンピックで優勝するっていうのが本当一番の目標なんで。まあ、何が何でもオリンピック絶対に優勝するっていう気持ちで今年1年やりたいと思います。